あんたたちは一体そのマントの色。嘘。キュービ沈黙、ルシ君と通信不能。バカな、一体何が起きているんだ。世俗クリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ、世俗のルシが現れました。204部隊、208部隊、音信途絶。総員撤収準備。世俗にいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ、早くしろ。本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間、赤のマントをまとったアギト候補生クラスゼロの活躍により、スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。この度スザクに不幸な出来事が起こりました。先人の勇気と知恵が生み出した四カ国平和協定を踏みにじったミリテス公国の悪しき行為の結果です。この核も悲しく、核も悲惨で、核も不幸な事件により、我々は多くの友を失いました。しかし今私は皆さんの前に立ち語りかけています。皆さんの持つ心、我らの大地ルブルムとスザクのクリスタルを守ろうという崇高にして純粋な思いにより、魔導員を取り戻すことができたからです。この偉業を成し得たスザクの勇敢なる戦士たちに心より感謝の意を表明します。またルブルムの領地を不当に占領しているミリテス公国軍から、村を町を住人を解放することに力を合わせることで合意いたしました。これはルブルムのみならずオリエンスに与えられた試練です。皆さんは今日のこの日をオリエンスの新た…院長、現部に禁止反応が。何？歴史家どもはこれをフィニスと呼ぶのかもしれませんな。くだらん。これは終わりの始まりなどではない。我らが生み出した最初の希望だよ。時に王暦842年、ペリシテリウム玄武に向け大陸破壊兵器アルテマダンが投下された。これにより700年の歴史を持つロリカ同盟と呼ばれた国土はオリエンスの大地よりその姿を消した。スザクの旗が立つとき、ペリシティリウム総流を擁するコンコルディア王国は第二のアルテマダンが使用されるのを避けるため、自国領空およびスザク領であるルブルムの制空権防衛を開始した。
さらにコンコルディア王国は戦火拡大を憂慮し、停戦への道を模索していたが、スザク側はそれを完全に拒否することとなる。スザク領ルブルムの多くは未だ公国の占領下にあり、侵略に対する事実上の譲歩となる停戦を行うことは受け入れがたい事態であった。スザク最高決定機関、通称八席議会は、連日にわたり湿地奪還のための激しい議論を交わしていた。やはり現在の兵力では公国との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足は武士で補えばいい。甲型ではなかったとはいえ、公国は武士を用い侵略してきた。ならば我が国も武士をもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国のルシによって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。ルシがそのような原理原則に沿うのなら苦労はしない。ルシはスザククリスタルの意思によってのみ動きます。ここで武士について議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦に当たった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能ね。ドクターアレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だとあのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入の現在の防衛戦力をそのままとし、現状を打破するに最もふさわしいかと。アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしベリステリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かぬのでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な採決をしましょう。
Thank you.
Thank you.
ああ？一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる倉雨だ。指揮隊長？そうだ。諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。マザーか。お帰れ。こら、俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよ。こら。かよ、てめえ、こら！おわ！やめなさい！ひゃー、強いね、あの人。叫んだ！マザーの決定だと言ってたでしょ。あなた、マザーの命が聞けないの？気が済んだか。以後諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。こちらから指示のない時は他の候補生と同じように院内で生活するがいい。院内で？そうだ。今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクターアレシアからの指示だ。ふん。それと候補生マキナ、候補生レム、入れ。本日付でクラスゼロへ配属となる候補生マキナとレムだ。マキナ・クナギリです、よろしく。レム・トキミヤです、よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。改めてよろしく。この間は助かったよ。うん、助けてくれてありがとう。でもクラスゼロって本当にあったんだね。私たちの間じゃ来年から七不思議の一つに加えようって言われてたくらいだし、それにすごいよね、たった三人でルシまで倒しちゃうなんて。あ、そういえばあの時みんな武器も魔法も普通。よう。何ですか？うん。なんだ。本日より皆さんに朱雀からの作戦や指示を伝えるミリタリーオペレーションオーガニゼーションガイダンスロジスティックスエキスパート、略してモーグリクポ、人によってはミリタリーオペレーションガイダンスでモグと呼ぶクポ、好きな方で呼ぶクポ、よろしくお願いするクポ。好きな方？じゃあモグリンだ。モグリン、モグリン、モグリン、リン。違うクポ、リンはいらないクポ。それに名前は別にちゃんとあるクポ。ん？なんていうの？ハッツミカミネロート様子なエリプロチクポ。んー、でも難しいからモグリンでいいよ。いいよって何クポ。クポ
クッポー。